バスオフィクレード、左 B 館10件、右 C 館11件。バルブ式のコントラバスオフィクレード。レオポルトウールマン作、1840年頃、メトロポリタン美術館所蔵。オフィクレードは、キー式ビューグル族に属する低音金管楽器である。オフィクレードは、フランスの楽器製作者アラリンが1817年に、考案し、1821年に特許を取得した。 缶は、ファゴットのように中央で折れ曲がり、サクソフォーンのように9個から12個のキーがついていて、艦体の側面に開いた男を開閉する。一般に、オフィクレードと呼ばれている楽器は、トロンボ。これを、バスオフィクレードとして、他にあると、コントラルと、コントラバスなどのオフィクレードも作られた。オフィクレードという名前は、ギリシア語でヘビを意味するファイオタとキーを意味する。 カッパラムダイプシロンに由来する。オフィクレードは、スポンティーニのオペラ、オリンピアで初めて用いられ、以後ロマンハ時代のオーケストラにおいて、金管楽器群の低音部を担ったが、次第にチューバが主流となった。イタリア、スペイン、フランスなどでは主に軍楽隊で20世紀初頭まで用いられていたが、その後サクソルンが主流となった。有名な楽曲では、メンデルスゾーンの 夏の夜の夢序曲と、激不図音楽、ベルリオーズの幻想公共曲などで用いられている。ワーグナーはオペラ、さまよえる、オランダ人を作曲した当初はオフィクレードを編成に加えていたが、後に、チューバへと書き換えている。オフィクレードの音色は、バリトンサクソフォーンに似た外観や、男が艦隊の随所にあることから、そやで、音量に乏しいものと連想されがちであるが、実際は、 ユーフォニアムのような音色と、当時のオーケストラの中での役割としては十分と思われる音量を兼ね備えている。ただし、低音域は第一倍音でそうされるため、ユーフォニアムのペダルトーンのようなやや荒い響きになりやすい。現在、オフィクレードが指定されている楽曲を演奏する場合、ごく稀にオフィクレードを忠実に使用する場合もあるが、大抵は中バで代用される。ただ、音域が、 比較的高いため、また音色や他の楽器とのバランスなどの兼ね合いから、B 管や C 管よりも E 管や F 管のチューバ、あるいは、ユーフォニアムを使用するのが好ましいとされる。また、現代では口実のバルブ式オフィクレードのような楽器も開発されている。オフィクレードを製造していたメーカーは、蒸気のあらりのほか、主だったところでは、コートロ、ケノンなどがある。また、 アドルフ・サックスやその父も製造していた。生産は20世紀初頭に一旦途絶えたが、21世紀になり、イギリスのウェセックス・チューバや日本のプロジェクト・ユーフォニアムなどの会社が、かつてのバスやアルトのオフィクレードを復刻させた楽器を販売するようになった。また、金管楽器製作者の中川隆夫は、バレベド・オフィクレードという会館の楽器を製造している。この楽器は、 オリジナルのオフィクレードのようなキーメカニズムではなく、ロータリーバルブを採用している。ありがとうございます。